はい、ありがとうございます。先ほどまでは村上さんが JICAの協力隊でボツワナで何してたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、はい、まあ、この動画ではボツワナでの経験を経て、はい、今何をしているのかっていうところをお伺いしたいなと思って、はい、帰る時あるじゃないですか、はい、まあ、もちろん緊急帰国だったんですけど、はい、その後どう考えたんですか？その後まず考えたのは、うん、一番に考えたのはやっぱ東京オリンピック、あ、はい、やっぱりオリンピックまで帰った時は残り 3,4 ヶ月って時期で、春の4月5月のアフリカ選手権の結果でオリンピックが決まる決まらないっていう時期で、オリンピックしか見てなくて、はいはいはい、それが緊急帰国で、さらに数週間後にオリンピックの延期ってなったので、本当帰りたいで、オリンピック一緒に目指したいっていうのがまずやっぱ一番考えて、うん、で帰れなくなったけど、やっぱり1年後のオリンピックを目指したいっていうのをずっと考えて、そのために戻りたいなっていうのは常にありました、うん、なるほど、はい、そこでなんか自分でアプローチしたりもしてたんですか？任期を延長してて、2021年の1月までっていう任期だったので、最後まで戻れるチャンスを、その時に JICA を辞めるか最後まで待つかっていう選択を与えられて、最後まで待ちますっていう感じで。でもそれも期限が出てきて、はい、もう難しいっていうふうになるわけですよね、はい、そっから諦めるしかないじゃないですか、はい、そうなった時、はい、次どういうふうに考えたんですか？オリンピックまではサポートしようっていうのはずっとあって、ただコロナの状況も良くない、そしてボツワナの入国の規制もまだまだ続くっていうのもあって、とりあえず戻れないなと思ったんで、オリンピックのボランティアにこう参加するきっかけもらったので、はい、ボランティアでオリンピックに申し込んで。あ、そうなんですね、はい、それは何のボランティアかというと、オリンピックの柔道競技のボランティア、会場の。そうなんですね。それでもしボツワナ選手が来れたら、はい、その時にサポートできるかなと思って。いや、いいですね、はい、夢ありますね、はい、実際その時は、はい、ボツワナの選手は来たんですか？来れなかったです。ああ、そうなんですね、はい、それは結果としてアフリカ選手権で落ちてしまったみたいな。そうですね、大陸枠から外れて、最終的にはオリンピックの権利を獲得できなかった。なるほど、はい、そういうことか。アフリカの選手権だとしたら、はい、上位何人までオリンピックの参加候補があるんですか？いろんなパターンがあるんですけども、大陸枠は大体3つくらいですね、各階級。そうなんだ、はい、すごい。まあ、その階級によっても違うと思うんですけども、いろんなこう枠があるので。なるほど、はい。あ、じゃあ来れなかったわけですね、はい、ちなみにアフリカってどこの国が強いんですか？はい、もちろん階級によって違うかもしれないですけど、はいはい、きっとみたいなところでどこの国が一番強いとかあるんですか？やっぱりアフリカの国の中で強い国っていうのは、上の中東ヨーロッパに面しているエジプト、チュニジア、モロッコ、アルジェリア、あのあたりがやっぱり群を抜いて強いですね。北アフリカが強いですね。でその次に抱いてくるのが西アフリカ。西なんですね。カメルーン、セネガル、あのあたりですね。へー、はい、そうなんだ。でもやっぱりその北アフリカのあたりはちょっと頭抜けてますね。そうなんですね、はい、じゃあ実際オリンピックのボランティアとして、うん、はい、そこで柔道のところを担当すると、はい、でそれ終わった後は何してるんですか？はい、その後はボツワナの柔道をもっと支援していきたいなってずっと思ってた。でオリンピックの時に柔道の選手はないですけども、ボツワナの陸上の選手団とかともちょっとお会いする機会っていろいろ話して、もう一回ちょっとボツワナで支援していきたいっていう話をして、でその後にそういった人たちと協力してプロジェクトを立ち上げようってなって、はい、もう一回去年の秋にボツワナに戻って活動してきました。プロジェクトっていうのはどういうプロジェクトなんですか？ボツワナに行ってもう一回柔道を教える、柔道を教える。ああ、そうなんですね、はい、でそのプロジェクトはお金とかはどうしてたんですか？お金とかはクラウドファンディング。そう、日本で自分が支援したのはクラウドファンディングで、はいはい、あとはまあ現地でもいろんなスポンサーがついてくれたんですけども、はい、こちらからしたのはクラウドファンディングでやらせてもらいました。え、クラウドファンディングどれぐらい集まったんですか？クラウドファンディングはバースデードネーションっていうイベントを使って、はい、リターンなしで20数万円ですから、ね、はい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 、それは何日間のプロジェクトなんですか？あ、そのプロジェクト自体はイベントをやる1日だけのために行ったんですけど、はいはい、まあ、前後1週間ずつぐらい行く準備とか、終わった後にももうちょっとこうボツワナで柔道とかしたいなと思ったんで、2週間ぐらいのスケジュール で、はいはい、そ, でその柔道のイベントっていうのは朝から夜までの1日だけのイベントをしに。なるほど。でそれでそのイベントはどういうイベントをやるっていうスケジュールだったんですか？それは最初は基本柔道のイベントをしようっていう話を持ちかけて、柔道で話進めてたんですけども、柔道をボツワナの田舎の方の個人院みたいな施設で、そこスポーツとかやる環境がないって聞いたので、そこでじゃあスポーツで自分
分ができるのは柔道だったので柔道をそこでやらせたいなっていう、そうすると子どもたちも何か夢中になれるものが、もしそれが柔道で柔道を始めるきっかけにもなって、柔道楽しくて柔道のために練習来て個人でこう頑張れるっていうのができればいいなと思って、はいはい、で別に柔道にこだわらなくてもよかったんで、その団体に話した時にせっかく柔道やるんだったら他のスポーツにも声かけてみるっていうことで、最終的に6種目ぐらいのがこうそれに話乗っかってくれて、それこそバレーボールとかボクシングとかそういうスポーツもそれに乗っかってきてくれて、当日は個人の子どもたちがやりたい競技を体験するっていうイベントで、自分でもサプライズだったのが、その会場に東京オリンピックでボツワナ代表で銅メダルを取った選手がいるんですよ、がゲストで当日来てくれたんですよ。それは誰かが調整してくれた、調整してくれて、でその人が陸上を教えてくれたんですよね。そうなんですね、面白い。実際やってみてどうでした、はい、よかったです。これ多分プロジェクトとしては初めて自分で全部やるわけじゃないですか、はい、もちろんいろんな方の協力も得てですけどね、はい、でもそれ自分で結構緊張もすると思いますし、はい、これ失敗できないなってもあるじゃないですか、はい、そのプレッシャーから当日とか終わった時ってどんな感情でした？ああようやく終わった、終わったっていう感じだったですね。であの遠いとこだったのでもう一泊したんで、そっちに柔道の選手とか協力してくれた団体と打ち上げで、久々にあのアフリカの爆音でパーティー。なるほど、はい、そうなんですね、はい、でもそれやって、はい、まあ、自分の中ではすごく達成感もあったと思うんですけど、はい、それ踏まえた上で今後村上さんはどういうことをやっていきたいですか？今後やっぱりまだ海外でそういう柔道の普及活動とかをしたいな、うん、それが自分が教えに行きたいっていうわけではなくて、自分も経験とかいろんなことを学びたいなっていう意味合いで、はいはい、そういう活動をもうちょっとしていければなと思います。あ、そうなんです。それは、はい、じゃあ JICA とかじゃなくて自分で何かやりたいみたいな感じ、はい、あ、自分でやりたいっていうのもありますね。あ、なんか色々。そうなんですね、うん、それはアフリカだけですか、それとも中南米とかも？あ、もう全世界、全世界。アフリカにこだわってるっていうわけではないですね。はいはいはい。最後に聞きたいんですけど、はい、村上さんがそこまで海外で一緒に柔道を広めたりだとか、はい、一緒に柔道をやっていきたいみたいなとかあるじゃないですか、はいはい、ずっと帰国してからも一貫してそうやっておっしゃってたと思うんですけど、はい、何が一番操作するんですかね。純粋に柔道が好きっていうのはあると思います。でも日本で柔道じゃなくて、はい、海外で柔道なんですよね、まあ、日本もありきの海外っていうのはありますけど、やっぱり日本発祥の柔道っていうのがあって、うん、それを海外でできて、海外で柔道で友達できるっていうのがやっぱ今の自分にとって生きがいみたいなところがあるのかなって思います。なるほど、はい、でも実際柔道で海外でやるってなると、はい、今までは JICA とかのサポートあったわけじゃないですか、はい、でも JICA のサポートを現段階受けない状態で行くってなると、はい、そこに仕事としていくか、はい、ボランティアとしていくじゃないですか、はいはい、でもボランティアとしていくのであれば、はい、村上さんの資金をどん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 使っていくわけですよね、はいはい、仕事で今後やっていきたいってことなんですね。そうですね、うん、でもそこって可能性ありますか？実際どうなんですかね。いや、まだそのことに関しては分かんないですけども、挑戦していけば道は開けるのかなと思います。なるほど。あと、まあ、自分以外にもそういう先輩方とか結構いるので、はい、そういう人たちの助言とかも聞きながらやっていきたいなと思ってます。すごいですね。もともと1本目の動画では青森から出てなかったんですよ、はい、この3本目の動画で世界で普通にやりたいって言ってるし、はい、まあ、なんとかなるっしょみたいな精神持ってるからだいぶ変わりましたね。じゃあポツワナで、だいぶ変わったと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。柔道って、はい、まだまだ日本でやってる方が多いじゃないですか、はい、海外でやってる方っていうのも全体の割合で言うとそこまで多くないのかなって僕イメージある。日本人のコーチってことですか？そうです、はい、そういう人たちがもし海外にやりたいな、はい、でも自分なんか英語できないし、はい、できなそうだなって思ってる人たちもいると思うんですよ、はいはいはい、そういう人たちにアドバイスするとしたら何ですかね。柔道があればコミュニケーションは取れるっていうことですかね、はい、英語できなくても大丈夫ですか？柔道は日本語なんで柔道の用語は全部日本語なんで、はい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 、なるほどですね。はじめ、待て、はい、全部通じるので、はい、あ、そうなんですね、はい、はじめ、待ても英語でもそうなんですか、はい、畳、柔道着、全部そうです。そうなんだ。襟とか、はい、へえ、面白い。背負い投げとか足とか。そうなんですか？足技とか。背負い投げは、はい、背負い投げなんですか？背負い投げです、はい、あ、なるほど。あ、じゃあ村上さんができたんで、はい、他の人たちもできる。できます、絶対できます、はい、ありがとうございます、はいはい、この動画では、はい、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で、はい、今柔道の普及とか担されてらっしゃる村上さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。